任せてくれ。よし、頑張ろう。わあ、すまない。私、だが、それでも。起きるんだよ。あ、やっと目開けた。あと5分。おバカ、もう修行遅れました。2年生になって気が…ごめんね。まあいい。今日の授業は今度こそ遅れるな。こわ、急ごう。だな。お前たちが学んでいる材料と材調合の完成品、その材料を行こっか。ペーパーミン。学園長、何か金…いや…そんなことはありませんよ。嘘をつ…親愛なる…連…傷…はい。では…はい。さて…えぇ、ー、よ…よ…はい。強制だ。衝撃の悪いこと、材料の中に、ああそうだ、戦闘錬金術の力、見せてやる。戦闘は素早い順に行動するから、右上のボタンで早送りができるから、急はっ。はっ、僕たちの勝ちだ。さあ、うっ、やっつけて。錬金術の力、見せてやる。はっ、ねえ、
っと見つけた、ボルフ。おとなしく、ソレル、大声を出した。嘘、ソレル。はい。今回復しますね。私にタイミングを。とっておき、行くわよ。これで決める。僕たちの勝ちだ。ふう、今にも死にそう。見りゃわかるわよ。はい。あんたは別…ああ、ベル…そうでしたか。偶然…まあ、さっきじゃ…そうね。先生。ああ、よく。教室に行くぞ。まだやるんですか？先生。そうみ、こっちだ。今先ほどの課題で傷薬ヒーリングサルブを調合するには、朝露の雫とヒース草は島のあちこちに生えている野草だ。朝露の雫は夜が明けたばかりの頃合いの茂みがキラキラと光っているのを見つけ、これらの素材を釜に入れたら、できた。上出来だ。そりゃあね、子供ちっちゃい頃から錬金。ソレル、まねひひ、まあいい。お疲れ様です。あ、お茶でもしに。ごめん、今日はパス。ああ、そっか。ゆっくり休んで。うん。今日は大変だったけど。みんなの期待。あ、やっぱり？そうそう。このあだ。ほら、朝からと。あ、へえ、赤はは。あ、こさあ、セルト諸君。あ、やっぱり、はあ、あー、そっかそっか。よし、だいこんにちは、時空。わー、すごい。ごく小が、それがこのポピなんだ。おお、すっくー、そうよ。え、ああ使わせ、はあ、お前、というわけでバイバイ。まっ、ば、へえ、く、たくん、ねえね、そ、あな、お、マスター、ほら、うわ、うわ、いつもこうな、うん、オッケー。ポチッとな。なんか空気が変わっ、な、何か気にしない気にしない。準備は、え、コール、僕のご飯は宝石な。うん、
マスターヘーゼ。え、ちょ、マスターヘーゼ。ああ、もう今回はやった。ちくしょう。サンキュー、マス。任されたよ。全力を出します。それ。ポピー君がアイテムを獲得したようね。なんかいろいろあって、うん、これでよし。あれ、ベルガモ。うん、このへえ、だ今日の課題とか、とりあえずお小遣い稼ぎや、私たちは内容はオルビウス。どうせ外に依頼は。そうね、依頼は同時に何をすれ。クエストクリア。クエストや依頼は定期的。とりあえず赤いい、いいものを持っ、いいもの。あ、それはかせ、左上をよく見てみろ。マニュアル、マニュアルは戦闘中任意に使用で、オートは戦闘中、オートアイテムアビ。今回はマニュアル枠に装備して、まずは先生が君に持たせてくれたのは、プニボールは戦闘中に使うと敵にダメージが与えられない場合や、簡単に作れる割にかなり役立つから、今回装備するのはプニボールにしよう。決定ボタンを押して、回復アイテムのヒーリングサルブも、それ、どの依頼にしようか。錬金術の力、見せてやる。これで決める。僕たちの勝ちだ。クエストクリア。どの依頼にしようか。Thank you.
錬金術の力見せてやる。それは僕たちの勝ちだ。錬金術の力見せてやる。ここまでか。
私、ロロ。どの依頼にしようか。任されたよ。全力を出します。それ チャンスだよ。今日はどうした？よろしく。
こんにちは。よろしくな。こんにちは。こんにちは。いや、一緒に遊ばないか。よろしくね。こんにちは。任されたよ。全力を出します。それ。チャンスだよ。俺はタンドリオンだ。面倒くさいことは嫌だぜ。俺はタンドリオンだ。面倒くさいことは嫌だぜ。よろしくな。よろしく。こんにちは。よろしくな。任されたよ。全力を出します。よろしくね。よろしく。任されたよ。全力を出します。それ。私はマルローネ、マリって呼んでね。私はマルローネ、